俺は悪者だ。世界を滅ぼしてしまうかもしれない。だが俺にもお前たちが悪者に見えた。あの日、壁が破られ、俺の故郷は巨人に蹂躙され、目の前で母親が食われた。確かにあの海の向こう側にあるのは全てが敵だ。そして海の中で敵と同じ屋根の下で敵と同じ飯を食った。アイナ、お前と同じだよ。もちろんムカつくやつもいるし、いいやつもいる。マルセルが食われた。兄とベルトルトは作戦を中止して俺は英雄になりたかった。部下に尊敬されたかった。俺が悪い。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。しかしミータイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。進み続ける。敵を駆逐するまで。ウィン持ち前、戦闘用意。島まで行く手間が省けた。エレン・イエーガーご本人がお越しだ。了解。これがパラディ島の悪魔。